イコテンの春休み。本日もラジオパーソナリティを務めます緑色担当かなたゆうかです。そしてレギュラーメンバーの赤色担当ねこみちゃんぱと、水色担当みなもかほと、紫担当しずきとわです。お願いします。お願いします。ついにゲストじゃなくていや、なんかこうさ、今までなんていうかな、複数人でラジオすることなかったから、自分の経験上ね、もう私単独のラジオにゲストがいるって感覚だったから、そう、もうあのレギュラーやったー。いつかのパーソナリティ回ってくるんで、わー逃げよう。はい、ということで今回はですね、まあ、あの第3回にしてなんと、はい、お話題がなくなりました。早っ。そんなことある。おそらく、まあ、ライブの告知とかさ、あの遠征でこうだったとか、聞き飽きたと思う。そうかな。聞き飽きたと思う。聞くだけで幸せだと思う。まあなんかこう、これそれぞれのことを深掘りしていこうっていうことで、はい、あの今回はですね、お題をランダムに掲示してくれるアプリをあのご用意できました。できましたよ。カテゴリーがいっぱいあるんですけど、はい、あの一般、恋愛、人生、学校、友達、真面目とか、真面目すごい、あとは合コン、デート、忘年会、もうシーンですから、やばいじゃん、シーンに合わせてみたいな。面白い、どうしましょうかな。ちょっととりあえず一般でいきましょう、やってみましょう。やっていきたいと思います。話題に困った時はこれ、シャッフルストップ押して、誰か。かなた先生、ストップ押してください。ストップ。はい。生まれ変わるなら、男、女。うわー。むずい。せーので、言おう。決まりました。今日だ。オッケー、行きますよ。せーの。男。男の人。はーい。アプリ以外全員男。マジ？なぜ？経験したことがないから、やっぱりあのね、今のこの女性であった頃の記憶を保ったまま男になりたいから。そう私は、女の子とイチャイチャしたいから。おじさんじゃん。やばい、やばいですよ。ちょっとメンバー内恋愛禁止でお願いします。男になりたいっていうよりかは、そのなんていうの、女の子を幸せにしてみたいな。それめっちゃわかる。めっちゃわかる。どうなんでだろうね。なんで？直感的に。直感的に、なんかあの兄弟が男多いから、そう、なんか男側になってみたいみたいな。なるほどね。どうなる？自分男の子もなりたいって思うけど、二択選べって言われた女。なんか純粋にメイク楽しいし、可愛い服着れるし、もう男の子でもできるけど、女の子の方が楽しいって思う、自分が今まで生きて思ってるから、人生に満足してますね。もう両親泣くねこれ。あれさ、男になりたいというか、なりたかった理由が一つあって、もともと男の子だと思われてたよ、両親から生まれてくる時、もう家族みんな男の子、性別男だと思って、で、あのもう服とかも男の子用のを用意してて、名前も男の子のが用意されてて、生まれてきたのが女の子だったよ。ああ、そうそう。私男として生まれてたらヤマトって名前やったよ。そうかっこいい。かっこいいよね。かっこよすぎるわ。かっこいいよね。絶対高身長やし。お父さんがね、180以上あるから、高いよね。そう。だから男になりたかった。なるほど。そう、男の子になって女の子を甘やかしたいはめちゃくちゃ同意。いや、めちゃくちゃ分かる。イケメンに生まれるとは限らんけどね。生まれない。いやでもアイドルオタクとかもしてみたい。あー、いいな。いいな。買い出したら止まらない。はい、じゃあ次行きますか。次。止めてください、とわさん。ストップ。過去最高の褒め言葉。むずない？なにこれ？最高の褒め言葉。過去に最高に褒められた言葉ってことやろ？多分そう。なんだろう。でも最近、ってかちょっと覚えてないけど、
私のことを、うん、清潔感の塊だよって言った方がいて、うん、なんか褒められそんな風に可愛いとかはこうちょっとずつ言われるけど清潔感の塊だよなんか言われることなかったから、うん、嬉しいなと思って人としてね、うん、もうそれかな、うん、私は、うん、あ自分あるわあるわ言われたかなんだなんだ言っていいのかわかんないけどいいよとわさんに言われた、うん、アパちゃんは私のヒーローだよってことあーだってちょっと恥ずかしい初公開じゃん初公開初公開そう前に話した時言わないでって言われたけど言っていいかなっていいねいいねなんか可愛いとかなんかかっこいいとかはあるけど、うん、そういう類の褒め言葉あんまりなかったから、うん、めっちゃ印象に残ってるね、うん、いいな人として認められてるって感じがすごく羨ましい、うん、嬉しいそうだねそれで言ったらね、うん、私もその生誕祭でさ、うん、あのファンの方がね、うん、あの居場所を作ってくれたっていうか、うん、あそれは自分たちもだいぶ嬉しかった嬉しかったね一緒に嬉しかっただってねじゃあ私がいなきゃえその人たちはいないってこと大きいよね。イコテンがいなきゃ私はいないってことで、みたいなちょっといろいろ考えたけど、ね、でもやっぱ嬉しかったね。うんうん、うん、うん。あ、でも嬉しい褒め言葉っていっぱい出てくるな、今、喋ってたら。とわちは出てこない。出てこないの。え、褒められてるでしょ皆さんもっと褒めてあげてください。いや、なんか、みんな、最高なのよ。だから、年としたものがなくて。あー、でもちょっと、わかるわ。そう。うん屋台の姉ちゃんが一番の褒め言葉やあ、じゃあこれにしとこうありがとうかなと屋台の姉ちゃん、いや、でもね、トマチはね、本当に褒め上手だと思ういや、わかるもんめっちゃ褒めてくれるもんこの間さ、二人で朝食バイキングした時にさあのさ、なんか何だっけ、ブイヨッシュみたいな名前のパンがあって、うん、ブイヨッシュって何みたいな、うん、トマチが聞いてきてわ、うん、かんないわかんないけど、とりあえず食べてみるわって言ったら、うん、いいね、カナタらしいねいいね、面白いよそれでさえずっと褒めてくれてるの、本当にえ、その日さ、会った時もさ、言ってなかった褒められたってそう歩いてるだけで褒めてくるの、本当にいや、面白い、ね、だって、自分たち、まあ、集合場所で会った瞬間にトワチがめっちゃ歩いてるだけで褒めてくるって言ってながら面白いなんかこう、トワチの存在ってでかいよ、やっぱりでかい、めっちゃわかるなんか本当雰囲気がね全然違う空気感が。うん。とじゃあこれじゃん最高の褒め言葉これじゃん。自然と笑顔になれます。うん。とは違います。素敵です。今もらいました。褒め上手やね。うん。いやでももっと更新していこう、うん、ね。更新してこう。お互い褒め合ってこう。そうですね。そうね。大事だ。どうするもう一個します。そうだねちょうど。もう一個いけそうかな。はい。カオさん。シャンポー。はい、家ではどんな格好？でもちょうどいいな。私はですね、はい、中学校に履いていた。なんで？中学校に履いていた体操服を可愛い。着ます。アイドルでも着るんだ。可愛い。じゃあそんな感じでアッパはあのピンクのプーマのジャージを着ております。ああ、これある。田舎のヤンキーやん。私さっきね、ちょうど家に大公開してた確かに見ちゃったそう夏はもうジャージと T シャツみたいな、うん、冬はなんかクマのね、モコ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 かわいいえ、なんで知ってるえ、なんかさ、なんだっけリアルかなんかの振り付けの時に来てたあ、来てた私冬場も大公開してるとわちゃんおしゃれなの着てそうやな、ね、言わないかもしんないこないださこないだリハーサルってかライブの日かパジャマで着てたよねうんそうやそうパジャマで着てたんだけど、うん、着てたんだけどあの寝る時って、うん、あこれ寝る時の話、うん、いや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 うん、あジュラピケのジュラピケ着てジュラピケの半袖と短パンですですね、はい、着てましたねシャレちゃん女だでもやっぱなんか肌にごっつい布がついてるのがすごい嫌だから薄いの着るあーなるほどね生地が薄いやつ着るジュラピケ着慣れすぎて言わなきゃよかったうん、なんかちょっとオチに持ってくるなあれということで、またお時間になりますので的にジュラピケください。ジュラピケください。
待ち、あのみんなでお揃いのジュラピケお待ちしております。お待ちしてます。みんあのイコテンの家着をおしゃれにしよう。お願いします。はい。まあということでね、本日のイコテンの羽休めお送りしてまいりましたが、皆さんの羽も休めることができましたでしょうか。今回が第3回ということで、また来週もお楽しみにということで、以上ラジオパーソナリティを務めましたかなたゆうか、そしてイコテンでした。また夢でお会いしましょう。おやすみー。